私の朝のルーティーンなので、ちょっと起きたてで、何時かは内緒なんですけど、起きたてで撮ります。顔を洗って歯磨いて、でそうなんです、ダダーン、こちらを飲みます。もう知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、私はコーヒーで目を覚まします。頭を活性化、顔を活性化、全てを活性化させて始めたりします。目覚める。といった感じです。まとめ化粧水、これ男性の方でも使ってる人多いんじゃないかな。結構いっぱい入っててお得で、なので、まあ、全身にちょっと乾燥してるなって時は使っちゃうんですけど、これをピュピュッと出して、できるだけ丁寧につけましょう。今日はみんなに見てもらってるからね。これも目覚めるポイントです。なんかね、浸透したんじゃないかなっていうぐらいまでちょっと肌で感じながら、でなんか結構やっぱその芸能人の方とかも言われてるんですけど、ここの首のシワも、私もすでにあるんですけど、ここの首ってすごい年齢が出やすいところらしいので、ちゃんと首にも伸ばして、デコルテラインにも伸ばすようにつけてます。あ、なんかいい感じに馴染んできました。はい、ということで今回もみんなにね、見てもらったんですけど、ありがとうございました。チャンネル登録してくださってる方とか、コメントしてくださってる方も増えてて、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。なんかみんながね、見たよって言ってくれたりとか、なんか楽しくできてるかな、面白くできてるかなとかすごい考えるんですけど、なんかね、本当そういうね、メッセージとかでも、毎日見てますとか、毎日同じの見てくれてるとかね、なんかリピートして見てますって言ってくれる方とかも多いので、本当嬉しく思います。もっと良くしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。YouTube もこまめにやっていけたらなと思うので、みんなもね、一緒に楽しんで見てもらえたら嬉しく思います。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。俺の人生こんなんだっけ。長時間労働、上司からのパワハラ、辞めたくても辞めさせてもらえない、家に帰っても休まらない、もうあの仕事場には行きたくない、もう辞めたい、でも辞められない、そんな時は ITJ 法律事務所、弁護士が直接受任、費用は19,900円から、直接交渉できるのは弁護士だけ。会社を辞めるのに会社の許可はいらない、退職代行の相談なら ITJ 法律事務所。